ごさん、今回は一円を稼げない問題にしましょうか。お金に困ってます。お金どうしたらいいですかまあそういう方に僕は商品を売ってるんですけど、あの、一円の商品作って売ってみようとしましたっていう。あなたが稼げない理由は一円の商品すら作って売ったことがないっていう。で、その一円の価値すら作ったことがない。うーん、一円を売って、 買いたいたと思ってくれるようなな人を集客したことがない、うん。1円稼げますかうん。みんなね、こういうの稼げないと思いますよ。多分これセミナーでいいんじゃないですかね。今日参加された方は億万長者を目指して来られてると思うんで、多分大丈夫だと思うんですけど、この億万長者合宿、スペシャルセカンド、参加された皆様、えー、合宿参加する前に1円、 商品作って売った人を手を挙げてくださいと。それは億万長者目指すんで、1円ぐらい商品作って、1円ぐらいの価値を提供して、えー、商品売ってますよねと。1円どうすか <laughs> 誰も手あ上がんなさそうっすね。時間がとかね。商品がとか、よくわかんないですけど。<laughs> これちょっといいかもしれないですね、問いで。合宿参加、まあまあもう多分合宿やんないと思いますけど、まあ万が一、 10年後にね、僕と久保さんが気が向いて、気が合って、また10年、あれから10年経ったらやりますかみたいな。第一声。もちろん億万長者目指すわけですから、1円ぐらい稼げますよね、と。稼いでますよね、と。稼いで中に1円、もし1円稼いでないんであるならば、今回の億万長者合宿は、1円の稼ぎ方についてのレクチャーですけど、大丈夫ですかと。 で質問、あの、えー、みたいない。もっとなんか億万長者になる方法を教えてくださいよと。じゃあ質問させてくださいと。1円も稼げない。つまりあなたたちは0ですよねと。0に100をかけたらいくらになりますかじゃあこう黒板あるんで、ちょっと 0×100 やってみてくださいみたいな。申し訳ないけど、ここと、ここに壇上に立ってるね。壇上に立ってる僕と久保さんは少なくても0じゃないと。0を1にしたし。 1>, 1, 1にしたからこそ、それを掛け算にしてって、こう、今に至るけれども、0を1にできない人間が、億万長者に僕はなれると思いません。久保さんどう思いますみたいな。<laughs> 0からいきなり、なんか、明日から億万長者みたいなね。なれると思いますかっていう。いや、吉田さん、さすがにそれ無理っすね。みたいな。<laughs> 僕、1万サイト作りましたしね。みたいな。動画ももう何番もやってるしね。ライブ放送も4000回ぐらいやったし、みたいな。 どうですかなんでこの億万長者合宿に参加してる皆さんは1円も稼ぎに行ってないんですかと。なんで1円すらの結果を出してないんですか ?1 円を稼ぐという結果を出せない人間がどうやって億万長者になるんですか教え、逆に僕が教え、逆にちょっと抗議してくださいみたいな。1円も稼げない人間が億万長者になる方法今あなたが抗議してくださいみたいなね。<laughs> スパルタな感じですね。めちゃくちゃスパルタ。<laughs> これ良くないですかうん。いってらっしゃい。